クリスティアン・シュパイアーは、ドイツの画家である、馬の絵を得意とした。バーデン・ビュルテンベルク州のフォア・バッシュ自慢の牧師の家に生まれた。シュトットガルトの王立美術学校で、カール・フォン、ヘイ・バーリンに学んだ後、1881年にイタリアに修行に出た。アフリカ探検家のグスタフ・ナハティガルと共に、北アフリカのチュニスに渡り、イギリス領事館の中の宿舎で暮らし、 主に馬の絵を描いた。シュトットガルトに戻り、シュトットガルトの美術協会の会員になった。1883年からミュンヘンで活動し、1892年にミュンヘン分離派の創立メンバーとなった。この間1885年にベルリン、1887年にパリを訪れている。1901年にシュトットガルトの王立美術学校の教授に任じられ、 1924年まで教授を続けた。旧プロイセン軍人、ベルンハルト・本ン・ポテンの軍事書籍、ウンザー・ボルクイン・バフフェンや愛国主義の作家、カール・ブライプトロイの不服戦争に関する書籍の差し絵も描いた。ありがとうございます。